皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室集客コンサルタントになりたい人に伝えたいたった一つの大切なことということについてお話をしてみたいと思います。今日のテーマはですね、ここ最近、そうだな、ここ半年から1年前ぐらいからでしょうかね、教室の、集客のコンサルタントになりたいというようなタイプの方のご相談とか受けていたりとかですね、もちろんそれは私が、数年前からですね、やっている、5年目6年前かからやってるから、当然そういうお話とかいただいたりとか、本を書いていてそういう名前でやっているからっていうことでお話をいただくケースが多いんですけれども、そのお話をいただく方っていうのが、教室の先生だったりはするんですね。ですから教室の先生が今度はその自分の教室があって、でコンサルタントとして活躍したい、この流れは別に不思議でもないし、ビジネスセンスがある方だったらぜひそれをやっていただいた方が困ってる人を救えると思うし、全然構わないと思ってるんです。ただその教室の一つの教室の先生の形の方がコンサルタントとして一つの職業としてやっていきたいという場合には、どうしても外せない一点があるので、それをちょっとお伝えしたいかなと思って、こちらの方の動画を撮ることにいたしました。はい。ということで、解説をしていきたいと思います。まずですね、結論から先に言うと、教室集客のコンサルタントになりたい人っていう人の資質として、絶対に持っててほしい資質が1点あるんですよ。これは、こういうノウハウを知ってるとか、こういう技術があるとか、こういうスキルがあるとか、そういうお話ではないんです。マインドの部分というか、根っこというか、その人の軸に関わる部分のお話なんですけれども、それは何かというと、たった一つなんですけれどもね、その人を救いたい、ないしはクライアントさんを救いたいという熱い自分のミッションがあるかどうかっていう、この一点なんです。私が伝えたいのは、そんなのあるに決まってるじゃないとかっていう方は当然いらっしゃると思いますよ。で、その覚悟の度合いなんですよね。決意と覚悟の度合いですね。具体例をね、これから何パターンか挙げてお伝えをしていきます。で、このお話をするにあたって、注意して聞いていただきたいのは、現在活躍している方が、いらっしゃいます。で、そちらの方のことを批判しているわけでもないし、私が私のことが一番素敵だから私のコンサルを受けなさいと言っていることでもありません。フラットにですね、こういう人にはコンサルタントになってほしくないっていう私の一つのこう概念があるんですよ。で、それをお伝えして、ただしです、選ぶのはお客様なので、コンサルタントとクライアントは相性の問題です、基本的には。だからものすごく高名で、知識をたくさん持ってて世の中的にも評価されてて素晴らしい人と、必ずしもこちらにいるクライアントさんが合うとは限らないんですよ。敷居が高すぎて言ってることが難しくてわからないって言ったら、この人結局成長もしないし結果が出ないんですね。ということは、この人にとってはこれぐらいの、ちょっと先輩、憧れの先輩ぐらいの立ち位置でできるぐらいの技量がある人の方が実は伸びるかもしれないですよね。だからこれはもうはっきり言って相性の問題です、基本的には。コンサルタントとクライアントの関係は。でもです、教室の開業なしや集客のコンサルタントをやりたいっていう方はここ数年ものすごく増えてます。ある意味ブームと言ってもいいかもしれません。教室業界を、コンサルタントの目線としては6年見てきています。で、パン教室とコンサルタントの、時期が重なってるので、パン教室のところも
6年近くやってるわけですよ。最後4年がメインでやってたところですけれどもね、重なってる部分があるので、まあ、約10年ぐらい教室業界に実際自分がいてやってます。で、仕事としてパンコネキを販売している営業メーカーとして教室を百何十種類以上回ってきた、その経験値の中において教室業を見ている。なのでビジネスとして教室業を見ているのは私15年見てるっていうことになります。その中の流れにおいて、どういう教室経営がいいのかっていうことも、まあ、俯瞰的にトータル的に見て集客と絡めながら、やってるわけです。で、集客の勉強も独立前から勉強してますので、都合10年以上集客、まあ、ホームページ制作も全部含めてですけど勉強してきているわけです。その知恵を総動員して教える、まあ、そういう形のジェネラリスト的な形での、まあ、総合提案のコンサルティングが私のスタンスとスタイルなんですね。で、一方でスペシャリスト的な、例えば SNS 集客の中でもインスタグラム集客を教えるとか、 Facebook 集客を教えますとか、 YouTube 集客を教えるっていう、そのツールに特化した形で、集客を支えるサポートのコンサルタントもいます。で、種類はね、千差万別なんです。だからどの領域をどう名乗っても全く関係ないんですけれども、一番最初に言った1点を外していただかなければいいと思っています。それはその人を本当に救いたいと思う熱いミッションがあることっていう、ここですね、外してほしくないのは。じゃあそれが外れるケースの場合どういうケースがあるのかっていうのをちょっとお伝えすると、まずですね、教室の集客のコンサルタントになりたいという方が何のためにその職業を選んでるのかっていうのがまず1点目、聞きたいことなんですね。例えば稼ぎたいということで、いわゆる時給単価は高単価です。教室の先生を普通にワンレッスンで教えるよりも、クライアントのね悩みを聞いてあげて解決する、そのセッションと呼ばれるものなんですけど、それの時給単価は、教室の一人の人を教える時給単価より、まあ、場合によって2倍3倍とかになります。そしてあと原価ですね、教室業とかでお料理とか特にやる場合、まあ、ハンドメイドはまだそうでもないのかもしれないですけど、3割以下に抑えたとしても、その要は利益、純利益で残るところが少ないのに対して、コンサルティング業っていうのは、例えば知恵の部分であったりとか、まあ、いろんなその知恵を、授けるための勉強を欠かせないので、その仕入れ代はまあ実はかかってますよ、かかってますけど、まあ、目に見える形で、トマトがキュウリがとかっていうことはない状態なんで、粗利率は高いと言われている職業です。ですから教室の先生が稼ぎたいというふうに思った時に、自分がその教える側、先生、もっとできてない先生を教えるっていうことで、儲けていくっていうモデルをするために、コンサルタントっていう職業を選ぶ人に関しては、私的にはちょっと待ったっていう感じなんですよね。私的にはですよ、全然それでご本人がやって儲かってる分には全然構わないと思っています。その人を必要として選ぶ人が、まあ、納得してその金額を払えばいいだけのことですし、その方もその人が望むところまでをきちんと提供できて、お互いにウィンウィンの関係になるのであれば、儲けたいからコンサルタントになってるっていうのでも全く問題ないです。で、私に関して言えば、もともと私の出身は、ビジネスの、しかも営業系なんですよね。で、部長とかやってましたけれども、でその時から、まあ、特にパン教室業界に関して言えば、やはり先生の地位向上っていう意味から言っても、単価をもっと高く取るべき技術を持ってるのに、皆さんめちゃめちゃ安いっていう金額で、ある意味合わないで働いちゃってると個人的には思っていたんです。その頃からなんでコルドンブルーっていうね、めちゃめちゃ高い学校とか出ていて、その技術を2000円とか3000円で売るんだろうとか、ワンレッスンですよ、
まあ、実際にこの動画を見てる方でそうやってる方とかいらっしゃるかもしれないけれども、お客様側の立場からしたら嬉しいと思います。高いところで学んだいい技術を安い金額で手に入れることができてるわけだから、お客様側にとってはいいのかもしれないけど、しかしながら長期的には業界的にはそれは良くない仕組みだっていうのはずっと昔から考えていたんですね。というのが、結局そんな無理が続くわけがないんですよ。先生の個人の資産において赤字が垂れ流し続けられたとしても、支えられる、まあ、夫、旦那さんですね、とかの別の収入とか親にとかに、まあ、自分のね、結婚してる方じゃない方は親の家にいるから大丈夫とかっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、そのビジネスっていう目線で考えた時には、その収支計算のところがね、やはりちょっとおかしいっていうのが教室業界の感覚、ビジネスっていう観点から考えたらですよ。一方で趣味っていう観点から考えると、とても手軽で、先生みたいな気持ちも味わえて、人から先生って慕われて技術を教えるっていうことで、趣味の領域でやる分には採算度外視だから、楽しくてやりがいがあれば OK っていう、教室業界の収益の悪さと、その先生の地位の低さを作っちゃってるのは、ビジネスで本気でやりたい人と趣味の人が同じ土俵で領域で集客をかけ、そしてやってしまっているという、これが混ざってるのが教室業界の大きな特徴なんですね。ですから、しかも趣味の方の方が多いんですよ。そうすると、コルドンブルーで習おうが趣味で教えちゃう人がいる限りは、その金額にみんな群がっちゃうと、それが業界水準とかになっていっちゃうんですよね。これがやはり問題だなと思っていて、先生はその、教える技術、内容、それが技術だけではなくって、提供できる空間とか人間性とか、まあ、全部ひっくるめた状態で、体験を提供できるサービスとして商品を作り上げてほしいなっていうのは以前から考えていて、そうすることによって、金額がもっと高くなって、で先生自体も潤う、でお金を払う方も喜んで払っていただく、そうするとお金が循環して回っていきますよね。そしたらまた先生は手に入れたお金でまた新しい技術とかを習いに行けばいいじゃないですか。そうすると生徒さんにもっといいことを教えてあげられる。この流れをするためにどうしても利益を出し続けないとそれができないんだけど、それがやりにくいのが、まあ、教室業なわけですよ。で、もともとコンサルタントっていう職業は教室業にはほとんどない。しかも私が、転職をして独立起業した時に、自分がパン教室をやった時にはほとんどコンサルタントっていうのが教室に特化した方いない、数人かはいたんですけど、いない時代に私は自分でパン教室を立ち上げたんですね。で、立ち上げた理由っていうのは、まあ、本とかにも書いていたり、何度かお伝えしているんですけれども、コンサルタントとして、独立しようと決めたからパン教室をやっています。まあ、どういうことかっていうと、私は現場主義なので、自分が見聞きしてやってきたことで、これは合ってる、合ってないっていうことを、身をもって伝えるタイプの人間でずっとやってきてたんです、営業職で。ということは、そのアドバイスを欲しいと、経営的に欲しいと違う先生から言われた時に、今はコンサルタントではないけど、こういう方向でやったらどうでしょうって言った方たちが、皆さん経営が立ち直って、廃業せずに済んだ時に感謝された言葉で、高橋さんのようなコンサルタントがいたらよかったのにって、当時そういう方いなかったんで、男性のコンサルタントといっても教室業なんて儲からないしっていう、そういう目線で、バカにされた目線でコンサルタントから話を言われたっていう方も実際にいたぐらいの黎明期です。で、その時にそう言われたのをきっかけで、会社から独立する時、会社にいると会社は社長のものだから俺の会社だっていうふうに言われた時に、私は、自分でやりたいことをやりたかったら自分が社長になるしかないんだって理解して、それで独立をしている。そしてコンサルタントを目指すことにした。が、しかしやってないことは教えられないので、その時に決めたのは、3年で、当時のもらっていた年収600万で、もらえるような教室体質を作って、
そして全国から生徒さんがインターネットで集客をしてくる状態、そして満席の教室が続く状態、全国から人が来るっていうのと満席が続くっていう、この2つをネット集客で目指したっていうのが私のパン教室になってます。もちろんだからパン教室の先生として頑張って やりましたよ。その時はパン教室の先生なんで。ただその教室は自分の教室を実験台にしたのはコンサルタントとしてやる時にどういう手法でゼロからの人が立ち上げればできるのかっていうのを知りたかったので、やりました。そして最後6年間やっている中の最後の2年とこちらのスタートの2年はかぶっていて、教室業をだんだん落としてコンサル業を上げていったっていう、まあそういう背景があってコンサルになっている私です。ですから決意してから4年から6年の間経ってようやっとコンサルとして名前を出してやっていこうっていうふうにやってた時に、世の中が少しずつ変わっていきました。そのちょっと、例えば自分がそれをやっていた、じゃあ生徒さんがね教えてって言うからやろうっていうところからコンサルを名乗り始めて、やられる方が非常に増えてきたのがその時代です。総合的に全部教えるっていうのはやはり難しいし、経営の部分であったりとか、あとはその私の場合に SNS は全部扱っているんですけど、それを全部扱ってフルマーケティングでやる方っていうのは当時ほとんどいなかったので、どっか1個でもそれでも集客ってできちゃったりしてました。アメブロ集客とかね、昔は。今で言うとインスタ集客とか YouTube 集客なのかもしれませんけれども。でそれを教える方が増えてきて、で名乗る方が増えてきた。でただその人たちがなる動機が儲かるからっていう動機でコンサルタントになる方も増えてきたのもこの時期です。要は教室の先生やってるより単価が高いし儲かるからっていう、言わないですよ、口では言わないけど、そういうようなイメージになってやってるタイプの方もいらっしゃったのは残念ながらですけどね、いらっしゃるっていうのも事実です。確かに単価は高いと思います。だけれども高いなりきの当然その背負わなくていけない責任っていうのがあるんですよね。で、それは何なのかっていうと、場合によってはその稼がせるっていうことをする上において、その人の人生を預かることになります。ということは、マインドアップとかマインドを整えるっていうこともして差し上げないといけないと、これは私個人の意見ですというふうに思っています。ですからコンサルタントの人格っていうか人間性っていうのは、人間的にも、その何て言うんですかね、いろんな人に対してきちんと指導をできるようなマインドを持っている、フラットな中庸なマインドを持っている、そしてかつその自分を信じてついてきてくれる人に対しては成功させることができるような、内容を伝えることができる人、そしてそれに伴うスキルを持ち稼がせることができる人、これが私の思うところのコンサルタントっていう像になるんですね。ということは、その先ほどの教室業よりコンサル業の方が儲かるからっていうことでコンサルに転身する方に関しては、まず自分の教室がどういう実績だったのかっていうことはまず考えなくてはいけないと思っているんですよね。で、なぜじゃあその教室の先生がね、コンサルの人に習うのかって言ったら、集客したいから習うんですね。稼ぎたいから習う。だから大体この2つのどっちかです。で、集客の実績が例えばない、例えばご自身がね、月に何回教室を運営したのかわからないんですけれども、例えばじゃあ10日運営していて、10日が全て満席になっていてとかっていう状況を作れていたかどうかとか、あとは、例えば、そうですね、月商いくらっていうのは目指すところが当然違うんであれなんですけれども、月商10万の人を教えたければ、目標の人を教えたければ、月商50万ぐらいは自分が稼いでるっていう状態を作らないと、多分そのプロセスを教えることができないんです。で、じゃあなんでできないのかって言ったら、自分でやる方が簡単だからです。人に道筋を与えて、その人の性格も把握した上で、必要なアドバイスとやり方を教えてあげて、
動かさせて稼がせるっていうのは、自分が自分でやっちゃうより、入るかに時間がかかるし、労力的には10倍ぐらい労力かかります。はい。なので、それを、させることができるのかっていう覚悟がありますかっていうのが、まず職業として選ぶんだったら、一つ考えてほしいことなんですね。自分がもし稼ぎたいと思うなら思っていただいても何ら問題ないんですけれども、要は、その自分がコンサルをやることによって、例えば稼いだお金を月商何万になった私に習いに来てくださいみたいな形で、実業がない状態で集客をして、そしてそれを教えるっていうのは、実業が大して稼いでいなかった状態でコンサルになっちゃう方っていうのは、結局それ以上に教える人は稼がせることができないので、そういう人が一時期ものすごく増えた時期がありましたので、そこはまず注意してほしいなと思う一点ですね。で、もう一点は逆に、コンサルタントっていう仕事をどこまでどう理解してるのかはあれなんですけれども、基本的にはですね、コンサルタントっていうのはいろんなタイプがいるんですけど、皆さんが期待する部分においては、集客ができないっていうのが課題だったら集客をさせてあげる、稼ぎたいっていうのが課題だったら稼がしてあげる、この辺りが大体主なお仕事の部分になってくるんですけど、それに加えて私の場合には、稼ぐような状態を作ってあげるためには環境を整えなくてはいけないと思っているので、そういういい仲間の中に入れてあげるっていうことですね。それは同じ志で上に上がっていこうというのを目指している集団です。で、その人たちを基本そこに持っておく、作っておくっていうのを当然しているんですけれども、そして仲間として一緒に頑張っていこうみたいな状態の環境を作っているというのがまず1点ですね。で、環境を作っているということと同時に、マインドの部分ですね。マインドが整わないと、結局稼ぐっていう準備がそもそもできないから、マインドを整えるっていう、スキルも教えるし、マインドを整える、この両方を同時にやっているわけなんですけれども、結局大した金額じゃないにしてもですよ、その方が教えようと思っている方が5万でいい。っていう方だったとしても、人に何かを伝えてさせて成功させるっていうためには、約5倍の力がいるというふうによく言われています。ですから金額ベースで言うと、5万の人を作りたかったら最低でも、5倍だから25万ぐらい自分がやってないとダメです。ですから変な話、自分が3万ぐらいしか稼いでないのに、稼ぎたいんです、仕事としてやりたいんですというタイプの人を集めてしまうのは、多分無理っていうことになります。仕事としてやりたいのに自分が3万とか5万までしか稼いだことがないって言ったら、この習いたいって言ってる人、仕事にならないです。で、いや、いいんですよ。このうまく伝え方が上手で、自分より実力があってできてしまう人を作るっていう、伝え方が異常にうまい人も稀にいるんですけど、大抵この人ができてること以上にこの人ができる可能性は低いです。なぜならば、それだけのプロセスをこの方が踏んでないから、困った時にどうしたらいいのっていうのを言ってあげられないからです。だから自分がやったこと以上に人には伝えられないということになりますから、どれだけ行動をして、どれだけの実績を上げて、どれだけ稼いできたかっていうのが、コンサルタントの場合の指標になるので、そんなに稼がなくてもいいんです、緩く楽しくできる、生きがいのある自立した人生の一つの選択肢を教えられればいいんですというふうにおっしゃる方もいるので、もちろん全然構わないんです、それを教えるコンサルタントっていう形で。で、こちらの方もそこまで期待してなくて、なんか開業できたらいいな、先生ってちょっと呼ばれてみたいとかっていう人と、この人だったらマッチングします、多分。先生と呼ばれてみればいいだけなわけだから、それこそ近所のママ友を呼んで500円とかでやれば、一応先生気分は多分味わえますから、それで OK なんですよ。で、それを教える人っていうことなら OK です。だけれども、大概の方はですね、特に昨今不況とか、いろんな社会情勢が不安な状態で、下手すると旦那さんがいつリストラされてもおかしくなくてっていうような時に、これは統計の方で出ている記事で
なんだ日経かなんか、ちょっと忘れちゃったんですけど、記事でですね、今男の人の意識も変わってきてるっていうふうに書いてあって、どういうことかっていうと、昔は家に奥さんがいて、例えば帰ったらね、お風呂ができてて、ご飯ができてて、子供たちの面倒を見て、その代わり自分は外で働いてくるって、まあ、いわゆる日本の古き時代、昭和の時代の働き方の家族体系ですね。でこれが若い人たちになってきた時には、もう自分のお給料だけでは昇進もできないし上がらないから、同じぐらいの年代の奥さんと結婚した場合には共働きでやっていきたいとかっていう、そもそも男性が増えた。例えば年収400万とかで、奥さんも400万って言ったら800万になるわけじゃないですか。一人で800万はしんどいですよね。それよりも自分のプライベートとかも充実させたい。でまあ、割と比較的若い人は家事もなんか手伝ってくれるらしいタイプの、まあよくできた人たちとかも多いので、まあ、そういう人たちがいれば、まあ、お仕事とかもね、お仕事としてやってっていうことで OK なんですけれども、その旦那さんが不安定になっちゃった時に、手に職がある方が世の中的には有利ですね。で男の人も実は奥さんにパートとかいうレベルでももうちょっと稼いでほしいっていう期待値が昔より増えてきてるっていう感じなんですよね。って考えると、支えられる旦那さんだったら大丈夫です。奥さんが教室業によってなんだか家も占領して、こうね、やってるけど収支決済聞いたらほぼほぼゼロか赤字だよみたいな状態を、じゃあ俺家開けてんのどういうことになってるんだみたいに、まあ、思ったりとかするケースとかがあると思うんですよね。そう考えると、その奥さんがその趣味的に教室業を行っていくっていう時代がなかなか厳しい時代に突入してきたんだろうなというふうに思ってるんです。でその時代においてコンサルをやっていきたいということは、この人たち、これから習って先生になりたい人たちの期待値をどこまで叶えてあげる実力があなたにありますかということを見極めた上でコンサルした方がいいです。この方がこれぐらいしか望んでなければこれぐらいで教えてあげても多分満足します。この方がここを望んでいたら到底それを叶えてあげられないのでできないっていうことですね。ですからコンサルタントは何のかっていうのも、課題を解決するための職業の人っていうことになるので、課題を解決するためのご自身の勉強と研鑽は当然欠かせないです。ですから当然欠かせないということは、その投資も当然しなくてはいけないということになります。そのなんちゃってコンサルっていうちょっと辛辣な言葉で私言わせてもらいますけれども、その緩いところで、要は職業としてっていうよりは、なんだろう、じゃあ生きがいとやりがいを教えてあげられれば、ちょっと楽しい世界を見せてあげられればいいですっていう方で、こちらも納得してるんなら OK なんですけど、経営も教える、ちゃんと稼がせる、集客も教えるっていう、その多岐にわたって支えるということ、その人の人生も一緒に見てってあげることになっちゃう場合によってはっていう意味においてですね、職業を選択する上で研鑽のための、学びのお金を出し惜しみする方も向いてないと思います。私自身も当然、これは必要だなっていう学び、まあ、コンサルもそうですし、企業塾的ななんかそういう、期間限定のものとかも合わせるとやっぱり1000万以上ね、普通に使ってるわけですよ。もっと使ってるからもっと使ってますね、はい、でその知識と実践をもってして教えてる。だからいや私そんなところまで教えるつもりはないんですって言っても、そもそも人に何かを教える職業を選ぶっていうことは、それなりにこう自分が身につけなくてはいけない知識においては、教室のそのスキル、パンとかお菓子とかそういうスキルレベルのことじゃなくて、経営とか集客とかビジネスマーケティングですね、こちらの領域の勉強もやっぱりした上で伝える教えるっていうのがプロなんじゃないのかなっていうふうに思うんです。だから自己投資を惜しまないっていうことです。だからコンサルをやりたい人なのに、そのコンサルのための必要な勉強とかに20万とか30万50万100万このあたりを出し惜しみするっていう時点で本来はちょっとおかしくて、
ある意味借金をしてでもそれを仕入れとして使った上できちんと学んで伝えるっていう、そういう姿勢がないといけないので、そもそも学びの研鑽にお金を払えない人はコンサルタントとしては二流三流っていう感覚になります。無駄にお金を使えって言ってるのではなくて、しかるべきところにきちんと正しい知識を学んで伝えるための仕入れをするということですね。知識のそれが必要になるっていう職業だっていうことを理解しないで、コンサルタントという名前を名乗る方、ないしはコンサルタントになりたいというふうに思っている方が多いので、みんなが幸せなら別にいいです。幸せならね、お互いに納得して。だけど大概の先生になりたいって言ってる人は、先生として呼ばれ、先生として集客ができて、先生として、ある程度こう仕事やってます的な収入を得ることを目標にしてる人が多いんじゃないのかなと思えば、当然そこに向き合った提案とかができる自分で初めてコンサルタントって名乗ってほしいかなという感覚があります。はい、ですので、最近そういうご相談が増えてます。で、コンサルタントになるのは、コンサルタントですって名乗ればいつでもコンサルタントになれます。だけれども、誰かを救いたい、誰かを教えたいっていう時に、その人が目標とする目標の課題に対して答えていくことができるかどうかっていうことが、一つの基準値になるので、名乗るのは簡単だけれども、その実ですね、身の方ですね、それをきちんと持った状態で成果を出させるっていうとこ、成果にコミットメントできるかっていう、要は覚悟がありますかっていうことなわけですけれども、そこをもってしてコンサルタントっていう業種が成り立つかなっていうふうに思ってるので、割と軽くね、なりたいんですっていう方いらっしゃるので、そこまでの、ね、決意と覚悟あって言ってんのかなっていうのをちょっと疑問に思う時とかがあったので、それを今日ちょっとまとめてね、お話をしてみようと思いました。はい、ということでまとめます。教室集客コンサルタントになりたい人に伝えたい、たった一つの大切なことは、ご自身がコンサルタントとしてやっていく上で、本当に心底を救いたい誰かのために動くという熱い軸とミッションがあるかどうか、これが一番大事と個人的に思っていますので、なりたいというふうに考えている方は、今一度ですね、ご自身のその中にある真の軸のところを再確認をしてみていただいて、でその上で私はそういう人たちを救いたいし、そのための研鑽も欠かさないし、技術もあるっていう人は、もうぜひたくさんのそういった先生をね、救っていっていただきたいなというふうに思います。私一人で全然できることとは思ってませんし、私と相性が合う方と合わない方っているのもよく分かってますので、私と相性はなくても、あなたと相性合う方っていうのは当然いらっしゃると思いますので、そういう方たちを救っていければ結果としてに女性が活躍する世界を作れたり、明るい日本を作れたりとかっていう大きな話で言うとですよ、家庭のね、お母さん奥さんが生き生きと楽しくしてると、旦那さんもね、お子さんにもすごくいい影響があるっていうのは、よく分かっている話なので、そういう世界を作れたらいいなっていうふうに思ってますので、是非頑張ってください。それでは。